松尾悟は日本の俳優。兵庫県天ヶ崎市出身。関西学院大学総合政策学部中隊。FMG 所属。身長177センチメートル。血液型は AB 型。高校2年の時に学校行事で生まれて初めて見た舞台をきっかけに俳優を志す。1995年に 関西学院大学総合政策学部へ入学すると先輩の紹介で産経新聞大阪本社整理部でアルバイトとして勤務3年時に大学を中退した後も勤務を継続し正社員を勧められるまでに至るも役者の道を目指すため1998年に退職2000年に俳優を目指して上京劇団のオーディションなどを受ける中 たまたま自宅前の路上で拾った封筒入りの航空券を交番に届けたところ、お礼をしたいという落とし主の女性と表参道の喫茶店で会うこととなって、世間話の中で落とし主が芸能プロダクション FMG の社長であることが分かり、FMG への所属が決まる。少しずつオーディションを紹介してもらいつつ、同年の映画、忘れられぬ人々で俳優としてデビュー。 下積み時代には、同事務所の女優、井川遥の付き人も務める。映画、亡国のイージスや、初雪の恋バージンスノー、テレビドラマ、電車男などに出演した後、2007年の、フジテレビ系のテレビドラマ、SP 警視庁警備部警護課第4係で、オーディションを経て主要 SP 役5人の中の一人、山本淳佐部長役に抜擢され、注目を集める。以降は、 NHK 大河ドラマ、天地人』や、同連続テレビ小説、鉄板、映画、テルマエ・ロマエや、進撃の巨人など、多数のテレビドラマ、映画へ出演している。趣味は総合格闘技、ラグビー、絵を描くこと。高校時代は、当時県内屈指の強豪校だった、兵庫県立西の宮南高等学校ラグビー部に所属していた。ポジションは主にフランカー。 同じ高校のラグビー部2年後輩には、銀玉や、おそ松さんで有名なアニメーション監督の藤田、洋一がいる。同年代のラグビー選手、渡辺健吾のパンクラスデビューや自身と似た体型の、イゴールボブちゃんチンのプライドでの活躍をきっかけに、総合格闘技に興味を持ち、やがて、自らも総合格闘技を始める。ところ秀夫の所属する格闘技ジムで練習を開始するが、 初めてみると想像以上にきつく次第に足が遠のくもののテレビドラマ SP k 市長警備部警護課第4係のオーディションで趣味の総合格闘技が関係者の注目を受けたことで急遽練習を再開することとなる UFC のファンであり格闘技好きのタレントとして関連番組にも出演する映画進撃の巨人のアクションシーンではロイネルソンや マークハントなどもイメージしながら演じたという。蕎麦アレルギーの体質であるため、大晦日には、年越し蕎麦の代わりに、うどんやラーメンを食べている。活覆の良い体型メガネをかけているなどといった共通点から、同じく俳優の田口広政と間違えられることが多いという。ただし松尾曰く、並んだらそんなに似てないとのこと。また、NHK の連続テレビ小説。 エールにおいては田口がゲスト出演した後にレギュラー出演者の松尾が出演するという流れだったが、この時もネット上で似ていると話題になったと自身のツイッター上でネタにしていた。ありがとうございます。